で付き合わせていったら、この2012年のコスモ石油の案件は実は2011年だったってことが後から分かったんですよね。でね、まあ、非常にだから昨日、まあ、私たちも混乱したし、いやこれ何なんだっていうことで、もうめちゃくちゃじゃないか、ボロボロじゃないかっていうことでなったんですよね。でね、もう何を信用したらいいのか本当に分からないなっていうふうに思いながらこの準備もしてきました。でね、大臣ね、今のこういうやり取り見てまずどう思うのかと、そしてね、法令違反減ってるって言うんですけれども、こういう実態で本当に減ってるって言えますか。大臣どうですか。萩生田大臣、まず審議会に提出した資料に誤りがあったことは誠に遺憾であります。今後はこのようなことが決してないようしっかり取り組んでまいりたいと思います。いずれにしてもこのご指摘は重く受け止めなきゃならないと思っておりますので、これはまあもちろんその、指定のあり方と資料の作り方両方ミスがあったんだというふうに思いますので、ここがお詫びをしたいと思います。こういうことがないようにって言うんですけど、もうずっとこう繰り返されてきて、今のこの段階でまでね発覚するっていうので、これこういうことがないようにしますっていうだけで、じゃあそれ担保できるのかっていうことだと思うんですけど、どうですか。お恥ずかしい、限りでございますので、今後このようなことがないようにしっかりやす。例えばね、バカだねバカだねバカだね、私愛してほしいと思ってたなんて、バカだねバカだねバカのくせに、愛してもらえるつもりでいたなんて。